さあというわけでお久しぶりでございますホラー,ゲー実況はえー皆さんえー今回はですねよしと音量というゲームをやっていこうかなと思っておりますじゃあやるよー今回やってくからね音量っていうゲームやってくからね何するゲームなん私は最近何て読むのこれ男しかおじかおじかしで発生してる悪の力を感じてる もう開幕から中二秒じゃん中学2年生に帰れ、えー、そんな時差出人不明の手紙を受け取った、えー、それは霊退治の依頼だった封筒には2枚の紙が入っていた1つは場所の地図もう1つの紙には文字が打たれている、えー、街で起こっている不可解な出来事を解決してほしい、えー、俺が言ってることがわかるだろ少女漫画の男の子かやわかるだろ俺が言ってる意味 児童虐待や誘拐事件がこの男鹿半島だけに集中しているのは妙だとは思わなかったかこの地図上の家が原因みたいだこの家をどうにかしてくれはああれかあの呪音みたいな感じか要は呪われた家みたいな、えー、こんな感じの手紙は無視するようにしているもうこういうのはやらないと前に決めていたはずだったしかしそうも言ってられないあの家は知ってる 7年前にある家族が無理心中をした家だ。でも、なぜ今これは危険だ。このことを知ってしまった以上、この街の人々を私の怠慢のせいで苦しませたくない。ほうで。この主人公はもう、あれなんか、払うというか、あの、霊体児の能力を持ってるわけですね、きっと多分。ね私のせいで苦しませたくない。スペース場で閉じる。うわー、あび記者、始まってるあ。感度良いな。FPS。 ゲーマー的にはこの感度の高さちょっと気になるな配線したなカメラ撃つ何えっ銃撃てんのこれ何何ああ見たおおえっすげえすげえすげえこれかあーい ADS する感じね大事なもんなやっぱちょっと腰腰打ちじゃ当たんないことが多いからねやっぱ FPS ってトイレの鍵が必要トイレの鍵が必要このここっちまちもうちょ,っとちょっと考えていきたいここがその例の7年前に 無理心中を図ったお家なんですね。一家で。ほで、この家の礼を払っていくっていう感じなんか。ほーい。やー、人間はな心理的に右回りでやっぱ動いていくらしいから。とりあえず右回りでいく。うわー、いたおおおおおおめちゃめちゃ綺麗に残ってんじゃん。7年前なんでしょう、これ。なになにこれ。これなにあっ、これなんか置くやつか。こういうところも全部見れるの。うわー、なん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 これ。重曹。 え何すんの今から <laughs> それでは科学の実験を始めていこうと思います皆さん重曹は持ちましたかこの重曹をですねえー、この重曹をえー、ええー、この重曹をえー、えー、ええええええどこにえー、これはあ文書に1読んでないけど私が妊娠して間もなくして彼が帰ってくるのが遅くなった毎日残業するようになったらしいあ忙しいんだなこれ何ああ奥さんが書いてんのかな この無理心中した家のおいいいい家族でもなんか奥さんつらそうだね開けまーすおおあおいこのなんか赤い扉すげえんか何か危険な香りがするみたいなここに入れないセーブしなくて大丈夫みたいな普通に入れたわバカがう,こう,うわっマガマガしいえここはなんだか落ち着くって言った 信じらんない、俺ここだったらもうか今すぐ帰らせてくれって言うだろ、こんなんいたら勘弁してくれよな、これあっ、えっ、セーブできんじゃん、セーブしよう、はい、おー、オーケー、やった、おっ、これ文書4だから1も2も、2 1も、1も 3, 3も4でないけど4から、まあ、あの、4, 4から始まるし、スター・ウォーズって。 えー、子育てが始まっても彼の残業は続いた子供を見て実感が湧いたらしいおーおー今まで以上に頑張ると言い出した二人を一人,人,人で育てるのは思ってより大変だった一人を見ているうちにももう一人は泣いた二人を一人で育てるのはあえあ子供二人生まれたんだえちょっちょえちょまだ34でないからネタバレやめてよ俺ずっと片手に重曹を持ってんだけど大丈夫これ <laughs> おなんだええなになにここ。引き出し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 おき出し。るる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 るうん本日もよく開いております。イエーこれ楽しいなこれなんかまだいけないのかななんかはしごとかいるのかな ヤバいんだけどマジ俺現状マジ重曹なんかいたなんか…えなんか歩いてなかった今これ、あ、動物の森でこれよく使ってるおぉ、なんだこれなんか、距離感が…あ、やばいやばやえ、待って待ってえ、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 あ、これちょっと待って待って分かんないわかんない,かんない走る、とかできないのこれやばいやばい、ちょ、っと待ってちょっと待って一回、一回これセーブポイントで一回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 ここに こ、こ、こうやってくるあら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 誰あんた誰いや,いや,だ誰いやもうちょっとあるじゃんなんか最初の戦いってさこうさなんかイベントシーンみたいなのがさ始まってさなんかこうえっ何みたいな逃げなきゃみたいなそういうのないのか特にいやあれがここの家のパパじゃないでしょさすがになんか文面的にはなんかもうちょっとなんかこう 若い若そうだしなんか俺があれパパだっていうのちょっとなんかやだなあれ背高っあれパパじゃ嫌だよこんなのパパじゃないここはトイレの鍵が必要何ここえっんえ洞窟とつながってんのこの家半端ねえ敷地だなおまだ現状だって手に重曹を持ったことと なんかよう分からんでかいハゲのおっさんにちょっと襲われたぐらいしかないんだけどあ下があったとうとう娘たちが生まれた生まれてまだ間もなくて小さいのにとっても綺麗な顔立ちさすが双子と言わんばかりに2人ともよく似た顔2人をマコトとハルコと名付けたおおマコっちゃんってハルちゃんねマコ、ま、っちゃんね双子なんだへえ おうしゃあとおう風呂だここ風呂か風呂に手を入れてみよういやいやいや風呂だーっつってよっしゃ手入れてみようっていうなんか流れにならないだろうまとこあまとこまー、あ、ちゃんとはーちゃんかまとこって何どんな感じ書くのえこれ手入れたけどあごめん全然コメント読んでて何が起きたか今何もわからない何これおうコだやった 重曹から鍵を手に入れた。これトイレの鍵かなトイレの鍵じゃないのこれ。ちげえ。ちょっと、鍵手に入れたから一回セーブしに行こうぜ。<laughs> 命を大事に。だだ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 痛い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 やだだだだだびっくりしたそんなのはずるじゃん、これ。芋は困るわー。パパパパは芋をするの 芋で芋で敵を倒して何が嬉しいのパパこれどこの鍵え重曹ってさあれ重曹だっけなんかサビを落とせるよねなんか違かったっけここよなこれこれ,これどうやって使うのこれちょっともうちょっとこうなんか 謎解きじゃないところで座ってんだけど <laughs> <laughs> あこれでいいんじゃないこれであ取れた苦節30年なんとやっとサビを取ることが可能になりましたーでもこれ鍵があってんなんてトイレぐらいしかないからとりあえずトイレ行ってみようやっとできたわトイレの鍵違うんかいおなんかすげえここ道ついてるおらーあらあはしごあったよはしご

どこだっけあ、ここじゃねここじゃねこれとかであれさっきはなんかあれあこれだ登る <laughs> よし来たどこ,こおお昔ながらのここでだってカマで米炊いたりするんでしょわっやだなんだ なんだ赤い赤いこれで戦うんじゃないさすがに。ちょっと待って。お、お、なんだこれ。これ。こうだ来たこれ、違う合ってるわかんない違う逃げた方がいいでもなんかさ、さっきと画面が違うんだよな。これなんか戦闘モードみたいになってないかこれ。赤い時かなこれ。おい、俺のエ営み力を舐めるんよ。次赤くなった時がお前の最後だ。ほれ よっいいちょ、お前、ディオだとは知らなかった。ディオパー。てか、これ二人なのはあれなんかな双子になったりすんのかなその家の。その考察早い、もしかして俺。ほいんー、めつ無事、除霊は完了いたしました。え それでは、棚を、タンスを開けていこうかなとおなとんかあったんだけど俺は生味ああった文章許せないそんな気持ちが私を支配する何も知らない娘たちは無邪気に笑っている彼と同じ目で優しいお父さんが大好きだと笑う私はそれすらも許されなく,ん許せな,くなりか彼女らに手を挙げるようになったあらお母さんが 知っているかもよくわからない。彼は決して何も言ってこなかった。おお、なんか不穏な空気が漂ってまいりました。ほら、花の絵が。お、なんだなんだ。2階は誰あ、なんか電磁だなこれみ、み、み、ミねいミねいってなになこれあ、なんか,なんかめっちゃ急にここでアイテムてにやるやん。やばいなこれ。 なんだこれうわんか禍ががしい階段えいやば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 いどうしよったらどうしよ後ろには誰もいない後ろには誰もない私は何も見ていない私は何も見てない私は何も見ていないからそう私が攻撃を食らうはずがない私はなあ誰誰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 うわ2人はずるいって あえー、ちょっと待って待って待って、上行きたいんだけど。待って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 。ずーっと追われてんだけど。あ、ここ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 。あ、これだ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 これ2階にもあった。痛いバカが帰れいいお尻してますね。え、さっきなんかようわからんのいたよなあいつどうしたらいいんだろう。あ、え、あ、ほんとだ。あ、待って。シフトで走れる。今まで俺ずーっと歩いてた。 ずっと走ってていいのこれお札が必要な急に求めてくるのは鍵とかじゃないもの草生えてる草生えるああここだここだちょっと一回帰えろこれこれ一回帰えろこれあいつなんかだって怖い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 あいつ怖い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 ,怖い来てるこれ来てる来てるね来てる来てる来てるうえええセーブしようこうな これでこれであれなマックスって何マックスマックス文章7家に戻ってからもあの声が頭から離れなかった仕事だと思っていたのは全て嘘だったんだろうかあの電話も毎日の在現も全てが疑わしく思えて彼を信用できなくなった家を消して浮気のなんか急に浮気の話になってる浮気の証拠を探すと面白いほどに出てきた最初は悲しかった浮気もだんだんぞ憎悪の気持ちへと変わっていったはえちょっとアイテム

これ、ちょっとまだこれ行くよりも一旦なんか他のクランクも開けとこうぜあここ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 あこれもなんか洞窟に繋がってるえもうい,いこうかな大丈夫かなこれ行ってみていいのかなあギャンのおそっいけ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 やばな,ここな,なにここ怖っなんでちょっとえ何ここ こんなのはさ、もっとこの、お菓子はもっとここを、ここを管理した方がいいよ、お菓子は。こんな、だって、大空洞に繋がってる家があったらもう、手は洗おう。ちょ、だって、死をあげてもうちょっとここは大事にした方がいいよ。なんで手洗ったのこれ。なんか意味あんのなんかこれ、必要そうだね。これもなんか必要そうだよな。 この肛門が目に入らぬかんじゃあちょっと入れてみますね。いたた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 たその目に入らぬじゃねえ。倉庫、倉庫どこよトイレの鍵もわかんねえしよ。文書の位置もねえしよ。<laughs> なんかあさり、あされてないところがあんのかな俺。さっきの外とかもうちょっと見て。えなんかあここ来たここ来てないかもあ、ここ来てないかも ここ来てないわおいおい何も入ってないうわっなんだうわっああお前またあったらお前は下から来るタイプかお前だけか今日は今日はお前だけかはい消えますねで消えてこちらに出てきてはいありがとうございました 見たかこれが対イ氏の力 <laughs> いや <laughs> いやこれ鍵かけてないのと一緒だよ <laughs> 正直 <laughs> これ違うじゃんこれしかもなんか壁から入ってるしいや,いや鍵かかってその音出すんじゃねえよ絶対開けるんじゃんこんなもあああんあああ誰誰塩塩タンうん ああ、あああお札ある塩タンバイバイこれお札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 さあどこだっけ2階だっけどうだったっけな2階のお札が必要そうって文書5あこれ読んだ子供が2歳になった私が言うことに対して全て嫌だという

何も見なかったいいね君たちは何も見なかったよしあここここここ間違えた、っかぎすたえー、これかきたいやお札が必要な部屋でしょここ結構やばいんじゃないなんかやべえ霊がいるとかさ 全然お札必要そうな感じなかったけど扉にはおおんだこれボルトカッターどこで切るんだろうこれ何ここ降りたら上がってこれなくなるあまたある文書6「まー、あ、ちゃんはー、あ、ちゃん」と呼ぶと来る私の子供たち、可愛くて仕方がない 今日は久しぶりに家族4人でピクニックそんなとき静寂を破るような「レレ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 という音彼の携帯だった電話を聞く限り仕事のことだと思ったでも最後に彼ははっきり言った「愛してるよ」そう言って電話を切った、うん、完全なる浮気ですねここだろトイレやっとトイレ入れるわ苦節あっ文書1応あった一世一代の大恋愛をしたと思ってる 相手は大企業に勤める将来有望なイケメン当たり前のようにみんなが彼のことを好きになる私もそれに漏れずみんなと同じように彼のことを好きになったあ 33DK だ 3DK だっけなんだっけ ?3K だっけ ?3 高学歴、高身長、高高高高生年 <laughs> 高収入か <laughs> みんなと違ったのはそれから わた彼も私のことを好きになった付き合って結婚して双子の女の子を授かって私は誰よりも幸せだったと思う幸せがずっと続くものだと思ってた思ってたおぶきしゃーあハサむああ髪の毛あったね髪の毛あったあったあった髪の毛あったわそうだこれ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 だこれ,だこれ 今日はどんな感じにしますか切れた切れた切れてないです全然全然切れためっちゃ禍々しい扉あこれ倉庫じゃないのえめちゃめちゃ最後に行きそうなとこだなうわーなんだこれこれ絶対こうなんかあの空と海と血のなんか紋章を集め今勇者よいざ行かんみたいなそういう感じでしょ いやあそこにカプセルは入れないだろマジかよあそこにカプセル入れんのかな本当になんかもっとさ誰めっちゃなんか韓流アイドルみたいなあここも鎖あるよよしあらえ何ここえっここも安全な部屋じゃないこれ多分 ここも多分安全な部屋よね。どうしたのえいやあ僕はこの家の家族に助けられたことがあるんだ。えテーマバークに行った時お父さんとトイレに行ったんだけど先にトイレから出たお父さんがいなくてはあ、ははあ、夜だったから暗くて怖くて泣いて歩いてた。そうしたら双子の女の子が「どうしてにゃ?」って声かけてくれて女の子のお母さんが「マジはビャ?」 って,言ってくれて女の子のお父さんが僕のお父さんとお母さんが来てくれる場所をすぐに見つけてくれて連れて行ってくれたんだそれでもそこには知らない大人の人しかいなくて不安で泣いてたら一緒に待ってくれるって言ってくれて2人の女の子と一緒に遊んでたらすぐにお父さんとお母さんが来てくれ来てくれて嬉しかったんだだから僕はこの家の家族が大好きなんだよそれでこの家族を助けたいんだけど手伝ってくれるあのね僕がガシャポンを7個持ってたんだけど全部なくしちゃって 全部見つけて持ってきてくれたら、この家族を助けることはできるから、お願いね。おお、繋がりました。あるよ、ガシャポン。結構持ってる。結構持ってるわ。ちょっと。ちょっと待ってて。アイテム全部、これ置いとくわ、一旦。収集に行こう。三つは持ってる。三つは。三つ四つ? 4つ。七個もあんの?。 てか、なんでガシャポン7個どっかに置いてきたんお前が最初から持ってればよかった話ではあ、持ってる状態で回収してくれてるっぽいな。渡しとこあと3つか。で、じゃあトイレの鍵行くか。2階のセーブしたいんですけど、ここでやめた。なんこれ、なんこれ、なこれ。クレスト B。あ、これはめるやつや。 ここ、この奥っしょ、このクラブのドアのとこっしょ。ブー、って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 、ジュー、って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 。パン。はまった。うーん。次、どこ行くんだろう。ちょっと、なんかアイテム。どこ行けばいいんだ。はしご。 はしごがさ使って上行ったやつこれかこれ取ってあの降りたら帰れなさそうって言ってたところをいけるってことかそういうことかそこいけるねよいしょはいこんにちはいや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 それそれそれだめ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  <laughs> 広い家だなほんとにあここら辺じゃねこれだこれだこれだ来た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 下りたああ倉庫の鍵なんか取ったにこれなんか曲がたみたいに取った登るやった倉庫の鍵手に入れた ビビるわーいやビビってないっすよえそうかな持ってるよこれかあ文書9おーうわもう15歳になったのまー、あ、ちゃんはー、あ、ちゃんの15歳の誕生日誕生日はいつも家族全員で集まってパーティーをすることになっている浮気をしている彼だったとしてもこんな日はそんなことは考えずに楽しめるだが彼はなかなか帰ってこない とうとう娘たちはすごく押し込んだ頭顔をしたまま <laughs> 眠りについたええー、超かわいそうなんだけどやめてやれよあっこれダメあげないよ僕の大切なおもちゃなんだそんなに欲しかったらこれよりいいものを持ってこいはこれでいいよこれこれでどうあっできたなんか急に喋ったんだけどコマさんがこれで切れるんじゃない鎖。 来た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 あーあったあったやべ持ってけねえああやばいここアイテム盛りだくさん皿 C 皿うわーあやばいちょっと待ってここアイテム盛りだくさんすぎる皿ここかおーおーおーおおおおあと2枚あんのかあそうだ皿 C って書いてあったもんな いよあ皿あったき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 たあ皿だ皿が先に揃ったじゃあリビング行きますか揃った揃ったよおおあ揃った揃ったあやべ全部あちょっとこうトイレの鍵で置いとこうはめに行くかよし行こう ここでクラブの扉が開かれるはずかきた開けーなんだえやばい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 やばばいい何これえなんかしゃべった何何をどうにかしないとこれあれかなこれお母さんかなもしかしてお母さんじゃないこれ何をどうにかしないとって言った今 これ回収して、あ、じゃあ分かった分かった、こいつ回収して、全部回収して、あれだ、下のドア、あの、洞窟だ。洞窟。えー、怖わ怖わうわ死体か、死体をか、死体をどうにかしないとって言ったのか。OK、3つ揃えた。で、これで洞窟でいいんかな うわーえ死体は誰の死体なんだろうこれえ、でもさガシャポンがあと2個どこにあるか分からんのよなはいどうぞお先に取ってください1回ママじゃないであのえお父さんなんかなあの <laughs> 浮気した人なのかな こいつ誰なんこいつ。いやいや、すれ違うな、お前たちは、マジで <laughs>。すれ違うなし、俺のドアの前にたまるな。<laughs> 絶対今、ここでクロスしたでしょ、君たち。やめてくれよな。いや、浮気相手での可能性あるマジ大ボスでしょ、絶対、お母さんは。この感じでいくと。 これいけんじゃないえー、っとこれなんかクローバーのやつだっけどれだこれか。来た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 。でえー、っとこれか。なんかアイテムとか落ちてないかな なかこれ何か書いてある紙なんかこれ手のマークおじぎしてるあえあれかなあのあれじゃない二礼二礼三拍みたいな鐘鳴らしておじぎしろみたいな開け駒でこれだとおお鍵がある たぶんえ分えー、っと金鳴らしてあいやでもそうだ金鳴らしてパンパンえペコペコパンパンペコリーナでしょえでもこれできた紙の通りにしなきゃいけないのか取った紙置いといていいんかなこれ これでなんかすごいこれこれであれかな死体死体の前とかでなんかやればいいのかな払いまえー、みたいな二 <laughs> つ目の一石のところに矢印ありましたよ嘘えここここおーなんか終わるええガッチマンさんや <laughs> <laughs> マジかよ <laughs> 急に知ってる人来たんだけどあこれあれなんなんかこういうこのゲームをなんかこうや,やった人っていうかなんかあれなんかな作者が好きな人わかんないけど支援者みたいな感じかへえわしも支援しますすごいよねでもこの人ってなんかあのなんか兄弟でやられててでなんかその 夜勤,夜勤事件とかの「雪女」とかいろいろ作ってるんだもんねすごいね毎回名作を作ってるイメージガッチマンさんはいオッケー,ッーガシャポン1個ないなんかさ終わっちゃいそうだよねあれ払っちゃったら なんかガシャポンもう一個となんか謎の鍵が残ってんのが気になるんだよなあ,あルートがあるあやっぱそうだよねなんか新ルートみたいな絶対あるよねこれ声やばくないってコメント何おお俺の声ってこと淡月さん今んとこビビってないですお、おビビってないですよお、全然ビビってないですよ全然…僕ビビらすと大してますよ、まあ 私もそうだハッピーエンドがいいよなそんなみんなどこに使うんだろうなあっあ,あ,あったんだけどよ来たありがとうでもまずこの家を解放しないと無理なんだだからとりあえずお母さんを倒してきてくれない、うん、何を言うんだね君は<ん> <laughs> お母さんを 倒してきててきくれないって何もうじゃあ行くよ俺母倒しに母は強し両方で復活の素材あーなるほどねうわーやべえ総総動員なんだけどやべえラスボスに向かわせられないようにしてるこいつらこの左奥だっけここだは もうマジやめろ。いや、来たんだけど。やばいだろ、こいつら。お前ら、マジで、うざげんなよ、もう。最終局面なんだよ、こっちは。やだやだ、もう一回赤い部屋帰る。もう、やだー。最悪だよ、ほんとに。わあ、もう,もう。来んな、ボケかス 行ったか行ったなもうくんなよよしおい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 あれおいおい,おい払いたまえー イくぞみんなチを集めろみんなプリキュアに力を集めてわテ<ー>お祓いなんだ来るのかどうなるんだどうなるどうなるどうなるんだ えどうなるどうなるやばいやばい絶対襲ってくれこれえやばいやばい怖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 い開かない開かないやばいやばい来たやばいや来たあっこれ赤いタイミングだやべ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 かかってこいよ もうタイミングが見切ったぜイいイいこいイいイいイいどこだどこだどこだかイコイコイほらコいよ完全にお前の動きは見切ったほらあイ 敗北の味が知りてえな。なんだそのポーズは。おい。一直線でそんな向かってきて勝てると思ってんのか。はい。あ、勝った。来た。来たー。俺が上級エクソシスト。 終わったあの女の霊を倒すとあの男の子が私の前に現れたありがとうこれでこの家族を天国に導くことができるよいいやつだな男の子男の子はそう言うと消えてしまった男の子だけではなく霊たちはみんな消えてしまった その少年はおそらくその家族を今まで守っていたんだろうほうもしもあの男の子がいなかったら何が起こっていたかわからない家族4人今度こそ仲良く幸せにあの世で暮らしていることを願うばかりだでもあのわらで覆われていた男は何だったんだ それんそれなそれなでも元はといえばとにかくお父さんが悪くない浮気した少年は何で死んだんそして終わった 支援者ガチャあーなるほどねこれみんな <laughs> オースティン支援してくれてたのこれマジでいや何だったんだろうねちょっといろいろとその生ハゲがとにかく気になるし少年はまあその何助けてもらったからまあその恩返しっていうのも分かるんだけどなんで少年はあそこにまでこう少年も死んじゃってるわけでしょしかも 何者だだったんだろうねあの少年はしあのパンイチのめっちゃ老けたジジイはあれはお父さんだったんかななんかクワみたいなの持ってたけどで最後に襲ってきたのはやっぱお母さんだったんかなお母さんが結局一家心中を図ったっていうことでいいんかな 多分でそれのせいでまあなんかそれがこう呪いみたいな感じになって家が呪われちゃってみたいなねいやでもやっぱこの呪いを解放した上で言いたいことはあれだけのあのー、立地というかあの私有地を持っているあのー、あの家はお菓子はもうちょっと管理した方がいいですねはい。 ねえだって家に洞窟つながってんねんであれ観光名所でしょあれはねえ終わりましたはいというわけで今回はえー、音量ゲーム実況 させていたただきましたホラーゲーム実況で久しぶりにやったんですけど皆さん、えー、どうだったでしょうか結構謎は残る中、えー、やらせていただいたんですけども僕もめっちゃ久しぶりになんかこういうのやったから面白かったなーうんそんなわけでお付き合いいただきありがとうございました今回は音量の実況でございましたまたねーバイバーイおやすみなさーい